今日もスペインからお届けしております。今日もスペインよりお届けしております。上井美香です。オーラオーラ、ありがとうございます。準備したらんわ、しとらんかった。チャミさんこんばんは。あれやね、あそこには入れたけど、さっき見たら23時45分からしたら違う、2個入れてない？この2、これも入れてない？2個入れたつもりだったんやけど、そうそう、ファンルームに書くの忘れてた。そうだ、せっかく私さ、よし今日ちゃんと2回配信するんだと思って、でちゃんと準備して入れたんですよ、予定を早めに。そう、早めに予定入れといたんやんか。で両方2個目も1個目も2個目も入れたつもりやったけど、入ってない？2個見えてへん？消えてる？そう、まだスペインなんですよ。タンク祭りだ、ありがとう。いつ戻るの？もうちょい、もうちょいですね。もうちょい、もうちょいって感じ。トークポート、あ、トークポート、19日の5分枠、25分枠、10分枠した。やっと竹内さん、竹内さん、やっといっぱい喋ろうね、竹内さん。あ、見た、スマイルさん、めっちゃ可愛かった。久しぶりに見た、あのステッカー可愛かった。ビビムさんこんばんは。近い時間しか見えないの？あ、もうあれや、あれやない？過ぎたからやない？2時これ過ぎたからやかもしれない。ひょっとしたら 2時過ぎたら前のやつ見えなくなるからかもしれない。ひょっとしたらやらかしたな、そっち言うの忘れてたな、ごめんね。皆さん、せっかくもう登録してさ、もうなんか登録できたとか思ってルンルンやったわ。お盆で帰省らしい、やばい。広島から帰ってきました。おかえりなさーい。かーくんこんばんは。ずかさんはどっちでもええって言ってるわ。運転疲れた。ただいきさんお疲れ、お疲れ様です。ただいきさん、吉村さん、オラオラ、すっぴんちゃうやろ。すっぴんです、めっちゃすっぴん、すっぴん。しかも今日カラコンもしてない。今日普通の透明コンタクト。1億年ぶりに透明コンタクト。見たのは8時40分ぐらい。8時40分ぐらいに書いてなかった？この時間薄やん、消えちゃうのこの俺。いやでも今まで何個かやった時いけてたよね。今日の服はビートルズ、ビートルズ、ね、明日も仕事や、やだ。ただいさん頑張ろう、明日月曜日、明日からまた1週間が始まるな、頑張ろう。リュック？見た、スマイルさんありがとう。見たよ、可愛かったステッカー。チップさんこんばんは。ミカの笑顔が見られればいいよって、なんて神様みたいなコメント、ありがとうございます。19無理やった、予定やった？嘘、マジですか？ファンシー、ファンシーなの、ファンシーなの。パップルさんこんばんは。あ、9時から鳴ってた。多分すごいすごい打ち間違いですね。ドンキで500円、正解です。リズムさんこんばんは。いつでもどこでもいみち。たまごっちみたい。皆さんこんばんはです。しゅうちゃんフォロー、しゅうちゃんさんフォローありがとうございます。屋形船。一文字打ったら出るようにしたコメントめちゃくちゃやった。先生19で金曜日やん、その時間絶対運転しとうやん、やって。嘘、ただゆきさん運転中。そう、金土なの今回は2日間。あ、そう、何の話してんねんって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、トークポートがありましてですね、今月の19日20日、リュックとは19日、20日、2日間トークポートがあります。はい、で19日は金曜日で、で20日は土曜日っていう2日間、平日の夜と、まあ、花金の夜、花金と、土曜日っていう感じで、だから逆に土曜日が無理な方もいるかなと思って、そういう方はね、ひょっとしたら金曜日やったらいけるのにって方がいるかもと思ったんやけど、逆に無理やったんかな。あ、後ろのスーツケースはリュックです。そこね、そこはリュックだよ。お疲れ様です、かしもち水蔵さん、お疲れ様です。土日にしといてやーって、土日やったらいけた。アナーキー、アナーキーって何。マルセさんこんばんは。そうで、
トークポートがもう予約開始してあるので、皆様今回はじゃないな、いつも売り切れになってくださっている、売り切れにしてくださっている、めっちゃ噛むやん、売り切れにしてくださっているトークポート今回も売り切れさせたい。せっかく2日間やれるので売り切れさせたい、そう思っている所存でございます。キューちゃんおはよう、マルさんこんばんは、カー君ファンレベアップナイス、シンジさんファンレベアップナイスです、ありがとうございます。金曜日買わなくていいですかだって、金曜日の分を土曜日に回すとかそういう感じになりますでしょうか。難しいな、いいよとは、まあどっちも来てくれたらもちろん嬉しいんですけども、私は2日間連続で会える方がやっぱ嬉しいじゃないですかね。だからどっちも会える方がやっぱめちゃくちゃ嬉しいのは嬉しいですけれども、逆に考えると2日間っていう枠で見るのではなく、枠数で見ると2日間あるのに枠数が多いので、好きなねところをこう探しやすくはなっているとは思うんやけども。 SKT さんお疲れさんです、キューちゃんおはようです、いらっしゃいです、こんばんは。要するに2日分は買っとけよってことってズカさんが言ってる、私は言ってへんで、数ヶ月ぶりに撮ったって嬉しい、久しぶりにシンジさんにヤッホーってできる、キヤちゃん祭りだ、ありがとうございます。ヤンチケルさんエンチヤッホーこんにちは、いっぱい喋りたいよね、せっかくイベントもないので、そうお会いできないので、まあちょうどいいって言ったらちょうどいいのかもしれないです、暑いし、うん、そう暑いし、でコロナも増えているのでオンラインでみんなお話ししようや言うて やらせていただきます。2日間、カズさんこんばんは、22、あ22撮ってくれたんや、シンジさんも19無理なんやね、みんなやっぱ金曜日は難しい方が多いのかな、ここにはどうなんやろ、そんなこと言ってる方まだ買っておりませんやって、あらちょっとどないしてるん、ずかさん、ちょっと昨日見たワンピースエンディングアウトちょっことだけあります、あマジですか、ちなみにあれですか、面白かったワンピース、面白かったかどうかだけ聞かせてください、トークポート参戦更新中、イエーイ、様子見なん、見んといて様子屋形船の、屋形船行くのやばない、屋形船から2分、どう、めっちゃ楽しそうやん、屋形船から2分、見て屋形船乗ってんね、私屋形船乗ったことないもんだって、どんなんかに、行けるもんなんかな、そういうのって、レベル8まで見ます、お、やったたまねぎさん、やった、自分的には普通かな、やって、普通やったんですか、ワンピース、私めちゃくちゃ楽しみにしててさ、そう今毎日ワンピース見てるから、あの漫画読んでるからあのめちゃくちゃワンピース熱が高まってきているんよ、そうなんでめっちゃ見たくて楽しみにしてるんやけど、電波の保証ができません、あそうなん、結構やばいとこ行くの、今更やけど YouTube 登録して、ありがとうございますかっくん、ナイスです、毎日1本見てきて、もうなんならもう毎日30本ぐらいを3回ぐらい見てみてお話し会までにジェンガ、ジェシカやジェンガって呼んじゃった、ジェンガはやばい、はい君の番、わーぐしゃんみたいな、ジェンガ、ジェシカ見て、かき揚げ埋まってるわって、かき揚げはいつも白玉さん撮ってくれてはるからな、白玉さん撮れたんかな、じゅうさんかわいい、ありがとう、特防って一人でないとダメでしょって、誰かと一緒にいるんですか、ただゆきさん、鍵閉めも、あ鍵閉めも終わってる、どっちもとか言っても押さえてたりとかして、ずかさん折れちゃうでとか言いながらずかさんやったりして、ワンチャンある
土曜日しんじさんが何の顔や何の顔やニヤニヤしてニヤニヤしてるぞ。あ、ヤンチョクロさんもニヤニヤしてるぞ。タマネギさん音符ありがとう。なんで知ってんのやって、え、当たってた、マジで多分一人でした。ってあ、そうなん、二人の可能性もあったってこと。タマネギさん、だるまさん、ナイス、ありがとうございます。ショールームは初めて来た、懐かしいわ。え、こんにちは、ゆうゆうさん、こんにちは。初めてなんですか、私のことは久しぶりってこと。玉ねぎさん、だるまさん、ナイス100個ありがとうございます、ナイスです。ハートもありがとうございます、ナイスです。あ、20日8時から撮ったって。あ、にやりしてる、しんじさんがにやりしてる、あ、なんとなくそんな気がしたって。ハート100個ありがとう、ナイスです。え、楽しみ。今回はスルーする予定だったんだけどさーって。毎回そう言って毎回しっかり来てくれてる塚さん好きやで今回はちょっとって言いながらしっかり来てくれてる、さすがやな、さすがです。年日ファンだったんで知ってますよ、上から読んでも下から読んでも。嬉しい、ありがとうございます。え、ショールーム初めてやのにどうやって来てくれたんですか。誰かのやつ見てきてくれたんかな、誰推しやったんやろ。今も NMB ですか、推しさんは黙っときや、あ、黙っとこ黙っとこ黙っとこ、あ、私まだほぼほぼスピンやったんで、ちょっと待ってな、メイクするんで。一旦この配信は45分ぐらいか1時間かその時の感じによって終わりまして、でまた後で4時45分やから11時45分に配信します。あ、さやかさん推しだったんですね、じゃあもう今もさやかさんってことや。ブラックパンサーの公開が日米同時公開だって。お、そうなんですか。ずかさんはチョロイって名前で言ってるぐらいで、確かにずかさんはチョロイからね。アンジービーめっちゃ私も行きたかった、すっぴんでも可愛い髪だみかって言ってくれてる、めっちゃ嬉しい、優しいな、優しいな、そんなことないのに。一生さやね推しって、あ、素敵素敵や、素敵な言葉だ、素敵ですね。ブラックパンサーもすごいやっぱ楽しみは楽しみなんですけど、まず一回ワンピースやな、私は本当にワンピース。アドさんも好きやし、ワンピース熱が今すごいメラメラしているので、あれして、知ってますか、あのワンピースの、映画に行ったら映画館ってパンフレット売ってるじゃないですか、あのパンフレットのプレミアムバージョンっていうのがあって、それアドさんの CD ついてるっていうやつ知ってる、買った方いるかな。高木さん、うちのいじりあんなっていう人も言ってましたよあれうちのやったんですか。ただゆきさん、 HKT さん、こんばんは。雷ゴロゴロやばい。ともやすくん、こんばんは。西はありがとうございます。たまねぎさん、妹夫婦とご飯食べてるから一旦抜きますって、いってらっしゃい。たまねぎさんの お見合い相手のもるんかな。一生エミカ推しかも、かもは余計やな、すごいエミカ推し言うとき。まさゆきさん、こんばんは。ブラックパンサーわかんだフォーエバー11月11日公開、わかりやすい1111、セミコースコンプリートありがとうございます、楽しみ。やっぱマーベル好きなんで超楽しみです。マーベル系の映画はやっぱり楽しみ。全然ちゃうもんね、なんかつながりが他の映画と、今までのやつとつながってるって、なんか本当に一緒に人生を歩んでる感じがすごい激アツ。ヘッピー卒業されたからもアンジービープロデューサーすごいなって、すごい本当にすごい。今後どんなに可愛い子が出てくるかわからんやんって、お、ちょっとやばいやばいぞ。最近パンフレット通常版と
特別版と販売多いなって。そうなんですか。買った？高さんもパンフレット。推しはうちのっていうことにしてやす。あ、忠之さんってあんたも推しなん？6期生なんて読むんやろこれ。はるかちゃんも行かれてましたって。あんたも行かれてましたねって。いいな、ほんと私もいつさ行くはずやったというか、行きたかったんですよ本当に。そう、東京にいたならば行きたかったんやけど、大阪にいた。大阪にいてない、嘘つき嘘つき、スペインにいた。チョロいから。確かにもうチョロいってなんかいいな、便利やな。タクタさんこんばんは。こんばんはです。なー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 、こま未来だ本当に。そう、その特別版のパンフレットをさ、私は購入したいんだけど、特別版って売り切れるの早いよな多分。あるかな、私帰ってからも。まだなんかめちゃくちゃワンピースみんな見に行ってるし、すごい満員やって聞いてるから心配なんですけど、押してなかったらテレビ飾りつけたりしない、送りつけたりしないはずだって。確かに確かに。あ、忠之さんの推しって何いるの？あ、くしゃみしそう。すいません。早いねって。え、早いですよね売り切れ。どうしよう、売り切れ早いかな。もう売り切れてるんかな。あ、キャプテンなの？サルカハルカちゃんっていうの？トークボート19日2分だけですか？予約完了です。待って、一緒に。タクトさん嬉しい、ありがとうございます。楽しみにしてますね。イエーイ、嬉しい、ありがとうございます。よかった19日もやって。ウーカとシュート同期だったんだね。勝手に2期のイメージだった。嘘。そうなんです、同期です。3期生です。3期のキャプテンさせていただいておりました。そうなの、そうなの。ドクターストレンジの特別版は結構早く売り切れてた。あ、どうなんやろ、売り切れちゃうかな。もう売り切れてたらどうしよう。おこちゃんもサイピーのとこおじいっぱい来てるから、サダハルもやめたのかと思ったって言ってた。そうなんや、おもろ。ウーカメイの赤井さん、お疲れと可愛いスタンプありがとうございます。ナイスです。こんばんは。よし、2分枠3つ買うか。だって、おずかさん3つ、2分枠3つも買ってくれるんですか。6分、2分ってあれやんな、すぐ終わっちゃうって言ってた前。もう、もう終わりやんってずかさん言ってた。キャプテンのイメージとじゃんけんのイメージある。そうなんですよね、よく言われます。じゃんけんと懐かしいなって、じゃんけんのイメージあるわって。 YouTube のじゃんけんを見てくれてる人とかめちゃくちゃ多かったですね。もう私のトラウマ YouTube じゃんけんマン、ポンって聞くとなんか鳥肌立つもん、なんか。知ってる人おるかな。ずかさん2分枠3つって。さて、ずかさんは我慢できるのでしょうか。我慢できるのでしょうか。ごめん、2分は買わない、1枠だけか、あといた。2分は買わずに1枠買っといたって。15分枠か。さては、さては15分枠ですか。2分はやめて15分ですか。ゆかさん2分は短いっていうもん。買っといた、入って、イエーイ、やったー、ありがとう。ずかさんいっぱい喋りましょう。ずかさん2日間あるから偶数にしないと時間悩みますよって言われてる。本当だ、偶数にしないと。じゃんけんマン懐かしいよね。じゃんけん選抜入ってました、ゆうさん、ゆうゆうさんでいいのかな。じゃんけん選抜入りました。ずかさんはエミカさんに関して我慢できるはずがないですって言われてる。久しぶりの鍵閉め、玉ねぎさんの15分枠は残るのかって言ってる。さてどうなるのか。そう、1日目は多分15分ないから、多分10分なはず最後ちゃうっけ。
2日間やらせていただくときは15分は2日目だけのはずなんですよ。レア枠なんで。お金がないとスルーしますって。でだってずかさんリッチだからな。ね、社長さんだからずかさん。思い出した、鈴懸だって正解です。鈴懸です。鈴懸の選抜に入っておりました。そうなんですよ、覚えててくださった。15分もう一個買っていいって多分玉ねぎさんがうわーって言うけど全然私は嬉しい玉ねぎ王子は残っている分数を買い漁りますって言われてる。玉ねぎさん今ここの枠におらんのにここの枠におらんのにめっちゃ言われてる。要するにずかさんが15分勝っても問題ない。15分残して10分5分枠にした。なるほど、ね、1回切れるとなんか話もリセットするからね、なんか話しやすかったりするのかもしれないって私は思ってた勝手にね。ただたまちゃんの邪魔したいだけ、ただのド S でしたただのド S でした。たまちゃん今ここおらんからな、ご飯食べてるらしいから。よいしょ。今はスペインにいます。ほとんども今日本にいてたんですけど、1週間だけ仕事でスペインに戻ってきたらもうちょっと残ってくださいって言われちゃって、でちょっとだけ今残っております。でも今日は日曜日なのでゆっくりしておりますお休みです。でどこのねお店とかも開いてないし何もないので、そうカフェとかも全部閉まってるから、本当お家で今日はゆっくりする。タラゴナスペインです。まだ買わないから安心させてご飯食べてきれ余裕を与えようって。そうなんですよ。でももうすぐまた日本に戻ります。日本でちょっくらお仕事があるのでそのために戻ります。なんか日本とスペインをやっぱ行き来はずっとしているんですけども、けどなんか今のところ日本メインで過ごしてますね。はい、基本的に日本メインで日本でお仕事をさせていただく機会の方が今は多いかなって感じかな。明るいなと思った。そうなんですよ、これ明るくて今ほとんどシャッターブラインド閉めてるんですけど、そうブラインドほぼ閉まってるんやけど電気はつけずに自然光なのでだいぶ明るいですね。スペインはまだ何時や、2時半なので2時24分、なので全然お昼間です。てかトークポートっていつ、嘘じゃん、19日と20日だよ。シンジさんがすぐにこうもうパッて定期をシンジさんがすぐにくれた定期。ミカさん、目の前にチャーマ、間違った、前の週にあるとある方のイベントで売られるグッズいりますか。え、サエさんのとかですか、ひょっとしてですか、ですか、どんなグッズだろう。20日忙しいの、意外と関西弁じゃない、ないんだね、ないんだねって今言いそうになった。すごいめっちゃ関西弁ですよね、私めちゃくちゃ関西弁です。なんかいろいろと喋るけど、おらんかもまあいいか、え、どういうこと。ゆうさんほらありがとうございます、ナイスです。めっちゃ関西弁ですよね、私全然関西弁です。
なんかちょこっとたまに、なんだろう、敬語とかだったらあんまり分からへんって言われるけど、しっかり関西弁です。まあいいんかーい。8月13日宮台沙耶さんの誕生日1ヶ月後なんですよね。私の嬉しい。全然そんなさ、なんか別に1ヶ月後やからってことないんやろうけどさ、ちょっと嬉しい。エミカさんより風花さんの方が関西弁。まあ確かに風花はがっつり関西弁、私は柔らかな関西弁ってよく言われるかもしれない。なんか関西弁やけど関西弁っぽくないよねって言われる、うん、でも結構人と比べるとだいぶ関西弁やと思う。かわいい、ありがとう。エミカの関西弁好きなんよ。だってそう、マジですか。なんか柔らかい、やっぱり関西弁ってきついイメージがあると思うんですけど、私関西の方でもまだ、なんて言ったらいいんかな、おしとやかな方やったから、いやいやイントネーションににじみ出る関西色。そう、しっかり関西で育った関西の女なんで、性格とかバリバリ関西。えみかちゃん毎度、ゆっきーくん毎度、ゆっきーくん毎度やで。ずかさんはたまに関西弁、確かに。ずかさん東京の人なのにたまに関西弁。俺のティフ終わりました、明日は大阪帰る。お疲れー、楽しかった。ティフ TIF 初めての握手会でエミカの関西弁に惚れてて、嘘、なんて言ってた。そんななんか特別な関西弁言ってた。私マックスパパさんだ、こんばんは。ただゆき毎度、ゆき毎度って。仲良しなのよそこ、本当にむちゃくちゃ仲良しなんよ。今日は久しぶりにカラコンせずに、透明コンタクトレンズつけてるんですけど、なんかゴロゴロするなんかね、ゴロゴロする。かわいいって。たけしさん、たけしさん、たけしさん、今回トークポートつながるかな。もう来てくれる前提で喋ってるけど、腕焼けたって。夏を感じた。夏を感じました。岐阜で今お盆で、え、お宿でクールダウン中。ホテル、ホテル泊まり。超夏だったって、いいな、楽しそう。金曜日買ってないって。土曜日、やっぱみんな土曜日。あ、焼けたお肌はアイシングしてねって。20日はもしかするとどこかのホームかもしれんって。電車全然大丈夫です。トークポートは本当にどこからでも参加していただけるっていうのが強みなので、むしろなんかお家からこうお家でこうねお電話してるみたいな感じで喋るのが一番典型的かと思われていますが、全然車からねお話ししてくれる人もいるし、例えばなんだろう、お仕事中にちょっと抜けて来てくださる方もたまにいてるし、外夜道歩きながらっていう方もいてたし、ちょこちょこ結構いてるな、いろんなとこから来てくれる人。スーパーホテル、アイシングするものがないって。化粧水みたいなの塗りたくったらいい。21夏のバースデーイベント申し込みあるがあるが、トークポート開始したから夏の方に見送る。高木さんいいの、嬉しいんだけど、ありがとう高木さん、いいの。みんなでトークポートを買おうって、買おう。超山奥で車からトークポした思い出って意外とほんといろんなとこからつながるトークポですよね。本当にトークポート、すごいいいアプリに出会えたって感じがする。多分ほんとこれも
コロナ禍で始まったあれなんで、お話し会、そうコロナ禍がなかったらね、こんなイベントできてないから、すごい本当に、まあコロナのおかげとは言いたくないけども、コロナのおかげなんだろうな。これから出かけるの？これからは特に出かける予定はないんですよね配信するからあれしました、アイロンとメイクを。あ、車検かどうかともかく、自転車乗った帰り道に音だけ聞いてます。あ、そうなんですか、今自転車ですか。急に私が大声出したら、隣を過ごした通り過ぎた人がびっくりしちゃう。真っ暗の夜道から突破しました。雪は買わないって言われてる。買わないんかい、買わないんかい。エミが中心で動いてるからいいの、ありがとう、嬉しすぎるかっこやっぱりユッキーは現場に行きたい派。いや、もちろん現場の方がやっぱ楽しいのはね、きっと楽しいって思ってくれるんやろうなと思いながらも、現場に参戦できない方や全部を参戦してくださってる方のためにトークポートは毎月やっていきたい。お約束会。ジェフさんこんばんは。脇甘いよ、だって。あ、ここ全然ええで、問題ナッシングやで。あんま気にしやんのよねあんま気にしないよね。だって帰る用意しないと。いつ帰るんですか、明日じゃないの。明日の帰る準備の用意。何ならいいか。なんかマジでやばいものじゃなかったら全然大丈夫。見せてもいいものばっかり、この部屋。よいしょ。一瞬だけこっち見ますね。なんかさ、本当に毎回こう言ってるんですけど、ヘアアイロンしてると私ショートヘアやからさ、首やけどしやすいんですよ。ジュって。そう。なのでちょっととりあえず一瞬だけ鏡見て。キャッてやるね、右。明日の朝一頑張って早起き。残念ながらエミカさんを中心にして動けません、自由人だからって重心1だからあれやな、推しを疑われちゃう。逃げ散らかしてるからキャリーにまとめないと。あ、それはやばい。見てから言うスタイルなんだねって。見てから言う。あ、え、こういうこと、画面を。ゆきおさん、こんばんは。ファンレベナップありがとう。ダニーさん、ダニーメッサさん、ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。暑い。いや、本当に暑いわ、マジで。ヘアアイロンしてる時がいっちゃん暑い。お風呂入ってる時より暑い。マジで。どうしようかな、今日前髪分けよう。おでこをこんにちはさせます。今日はミカさんのが自由人なんですよ。バトルしちゃう、自由人バトル自由人という、自由人っていうか何なんですかね、自由人なのかよいしょ。夏推しに似たのでしょうって。でもあれやもんね、やるときはやるし、本気でこうね何かするときは 120% じゃないですか。それも皆さん私と似てる、フリーダム。推しに似るって言うから、みんな似てる。自由人対自由人のフリーバトルはやばいイエーイみたいなそんな感じ。遅くなったけどまだやっててよかったって。よかった、全然やってた、全然やっておりました。ありがとうございます。よいしょ。展開が見えない、やばいやんやって。いや、そんなことないよね、そんなことないよね。バターチキンカレーに舞妓さんヒーヒー入れすぎた。あ、つつつつ
ハーハーになっちゃう。王子塚さん、ユッキーの行動力はエミカ推しの見せるなせる技って、そういうことか。やっぱ行動力私結構ある方なんで、行動力ある人が集まるお、なんか高め合っていく感じいいね。高め合っとこう。熱ヘアアイロンをすると160度とか180度の鉄の塊を首元に近づけているので、こう首からも体が全部温まってしまう最悪。ゆえくんこんばんは、こんばんは。 HB 型です。 B 型ザ・マイペース。でも本気になる、なんか夢中になる、やりたいこと、集中したいことができた場合はもうすごいこうこうなるっていう B 型です何も考えてだけ、考えてないだけなんだけど、手塚さん私めちゃくちゃ考えてるめちゃくちゃ私考えてるタイプ、ずっと考えてる、マジもう24時間ずっと寝ながらも何か考えてる。マイペース、そう、もうザ・マイペースです。私は推しに水大阪から出ないって引きこもりタイプ典型的な A 型と言われます。あ、几帳面さん、でも血液型でこう人の性格を考えるみたいなの日本ぐらいらしいですね。お、マックスパパさん同じ B 型、 B 型仲間やな。 B 型って言うと驚かれます。え、あ、ラゴードさんも B 型、みんな B 型、 B 型多い、行動力は負けるかなって行動力勝負はな、もうなやったか。なべちゃんこんばんは、マックスパパさんファンレベアップナイスです、ありがとうございます。いやほんと今日も暑いね、暑い、今日も一日暑いです、夏です。まあ夏やから暑いのはしゃあないよね。私はどの血液型にも見られますってABCD そうそう冗談です。 AB、 A も B も AB も O も、A と A に育てりゃ A っぽくもなるだろうと思ってる。だって、あ、そうなんや、そりゃね、 A と A やったらな、血の問題じゃなく、私 B と O やで、ママパパ一応 A 型ないけどなーって。あ、タカさん A 型、俺は O 型だと思われてる、漢字がもうビッグガイなのよ。明日から関東圏は35度ですよ。あ、ちょっとだけ落ち着きます、ひょっとして。よかった、ちょっぴり落ち着く、よかったよかった、少しだけでもね、本当に1度2度でも下がったら本当に全然違うから。うん、めちゃくちゃ緊張してたと思う任せた、えみちの任せてを信用しますって、任せて、多分 YouTube、 嘘だ、絶対上がってないで、動画になってないはず、うん、私も見たことないもん。名古屋のコンサートの最後の方で披露させていただいてたから、動画にもなってへんはずやから、そう、うん、よいよ。あっち誰とやったの？さやかさんとナナさんとです。そう、 DVD にもなってないんですよ。そうそう、だからほんまに、あ、み、あ、名古屋で見たなって。ただゆきさんは生で見てくれたのかな。かーくん、ファンデベアップナイスです、ありがとうございます。え、ずかさん気のせいちゃうかな、多分動画とかにもなってないはずやし、放送みたいなのもされてへんし、うん、配信ね、
だから生でしか見れてないはず。いろんな場所でコンサートするので、ではちゃんと円盤してほしいって。円盤してくれたら買うのに言うて、ビジネスだぜって。ちょっとストレッチ、わあ。急なストレッチ。初見です。お、カズさんだ。いらっしゃい。初見じゃないの知ってるけど、いらっしゃい。こんばんは。多分その時ナンバーまだ在宅オートでしたね。あ、そうなんですか。突然のストレッチ。え、初老です。初見ですの、嘘のコメントが来た後に絶対忠之さんは初老ですって言うね。これがなんかコンビネーションみたいになってるから。太宰治を読んだかと聞かれたですね。最近の3つぐらいコンサートまとめて DVD はやめてほしいけど、1個ずつ食券です。何買う何買う。雪来たら毎度っていうし、確かにコンビネーションみたいなのがもう生まれてるから、もうこれがないと成り立たへんみたいになってくる。カツカレー。えみちと一対一で話すなんて恥ずかしいって。カズさんそんなことないよ。次は予約入ってます。23時45分から配信します。8月19、22トークポート開催決定なので、皆様ぜひぜひ予約お待ちしております。絶賛予約、しております。受付中です。ぜひいらしてくださいね皆さん。オンラインでお話です。今日は白シャツなのにカレーうどん。一番危ないやつなんよ。だからオラケタルそういったか。オラケタル、オラオラ。トークポートって何。トークポートっていうのはオンラインお話し会、わかります？48とか、まあ、NMB もやけど結構やってるところ多いと思うんですけど、オンラインのお話し会です。テレビ電話をつなぐみたいな感じかな。だからどこにいても参加できるオンラインイベントで1対1でお話しします。握手会のオンラインバージョンと思ってもらったらいいかな。お互いに顔見て、あ、顔見せたくなかったらこうやってピッて隠したりとかもできるんですけれども、そんな感じでお話しするイベントです。了解です。星貯めときます。ありがとう。晩酌館は日本食券です。何それ。トークポート憧れの人と一対一でオンライン会話ができるサービスです。多分トークポートで調べたら出てくるかって。あと5分、あと5分で一旦始まります。それは聞いたことあるわ。したことないけど。だって、お、ぜひぜひもしよろしければ、私も8月19、20と2日間開催するので、もしよろしければいらしてください。好きな時間に申し込めちゃうので、で家からとか歩きながらでもどこからでもその時間携帯があればつながるので、めっちゃ参加しやすい。公式やんな。ストロベリーガールズの突破ですね。顔バレしないようにしよう。だってもう記憶から抹消するとこから始まってしまうけど、焼肉焼いてもいい役なんやって。え、何、なんか聞いたことあるけど、なんやろそれ。ことある気がするけど、なんだっけ。 CM？ お、ひろゆきさんこんばんは。 夕食後の薬物乱用してない。乱用は余計や。お薬摂取な。焼肉のタレの晩餐館さん、晩餐館かん、晩餐館 CM？ めっちゃ聞いたことある。ちょっと古い。そんなことない。
と4分で配信終わります。あ、同じこと書いてる。ちょっと古いよ、だって。いや、やっぱりでもね、聞いたことはあります、確かに。お腹空いてきたって。焼肉が食べたい。焼肉焼いてもいい、焼くな。バン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 三冠。あ、みんな知ってるって。まあ晩餐館宮殿、宮殿ちょっとリッチなの。エプロンした牛がやってんの。見たら絶対わかるんやろうな。ピンと来てるんやけどな。焼肉食べたいな、私も。焼肉食べたい。美味しい美味しい焼肉が食べたい。あとワンピース見に行きたい。ワンピース見に行って、ワンピースのプレミアムのパンフレット、プレミアムパンフレット買いたい。ただプレミアムパンフレット売り切れてるかもしれへん。誰か代わりに行ってください。お金払うんで。お金払うんで誰か買ってきて、プレミアムパンフレット。金曜どうするか迷いますねって。玉ねぎさん来よ来よ、金曜日来よ来よ。晩飯の用意やってて、お米ないん気づいたから買ってくる。お、急ごう急ごう、かっくんいってらっしゃい。今日から新しいのしてるし。え、CM？ かっくんフリフリ、またねまたね。ひさごろうさんこんばんは。やばい、目見えてないほんまに。私晩餐館って25じゃなかったっけ。25円。なわけないやろ。あ、あともう2分や。もう2分で終わる。あ、ワンピースね。今日から新しいのしてるし。映画ですか。え、新しいのとは。仕事間に合うかわからない。玉ねぎさんならいけるって信じてる。私は主演出てるよ。今日はこれで一旦終わって23時45分にまだ戻ってきます。はい、また2回配信しますのでね。今日はね、今日1回目です。ほんならランキング読みたいと思います。いきます。13位手巻き寿司屋さん、12位なべちゃん、11位ダニーメッサーさん、10位しんじさん、9位ウーカメインの箱押しさん、8位じじじじ自転車移動中さん。7位タカさん、6位、キングの器ではなかった最下級国民忠之さん、5位ズカさん、4位ヤンチョクレさん、3位カシモチミツゾウさん、2位カーくん、そして1位は埼玉の玉ねぎさんでした。やったー、イエーイ、ありがとうございました。皆さん、とても楽しかったです。プロフ見て、何どうやって見んの。ユーザープロフィールはこちら。何これ、クウシ。あ、エミンチお疲れ様です。ありがとうございました。頑張らないといけませんね。頑張ろう。駅着くのとバス発車時間同じやったら無理かなって。無理ちゃう、多分無理やな。たけしさん、どっちかが遅れるかどっちかが早まるかしないと。酔ってるから寝てるかも。だって酔いながら見よう、酔いながら見ようって何や。突然フルネームは照れますよって。フルネームやったんこれ。埼玉のが、あ、名字で玉ねぎが名前。牛おった、ありがとうございました。あ、ウーカンとこも見てるから、ウーカンメインの箱押しさんよく見るって。そうなんや、有名なんや、ウーカメインの箱押しさん。はい、というわけで3時になったので、皆様10時ですね、もう日本は。ほんなら一旦配信終わります。23時45分に帰ってきますので、お待ちしております。ほんならね、みんなありがとうございました。バイバーイ、またねー、また後でねー、イエイ。